魔女の帽子を折ります。まずこちらを三角に折ります。もう一度三角に折ります。こちらの袋を開いて潰します。裏返して同じように折ります。こちらの辺を真ん中に合わせて折ります。反対側も折ります。裏返して同じように折ります。こちらの角をこちらに合わせて折ります。戻してこちらの白い部分を開きながら潰します。裏返してこちらの部分を立たせます。こちらの部分に指を入れて反対側に倒します。こちら側も反対側に倒します。こちらの角を後ろ側に折ります。こちらで完成です。